また今後もね見ていただきたい。マジ？完全に俺たちのジープ引き立て役になっちゃったよな。ミニカーみたいなもんですね。いや参りましたね。っていうところで天の地チャンネルの天の地です。今回はこの浜辺をコバちゃん、藤の地と一緒にお送りしたいと思います。じゃあハマーのこれはなんと H1 ですよね。というところで、まあ、H2 はたまに見るかもしれないですけど、 H1 見る機会ほとんどないと思うんで、コバちゃんにね、いろいろ聞いていきたいと思います。ですね、浜野さんが、代表取締役で、ロボコム株式会社の小林と申します。基本的には技術の統括ディレクターをやってます。チームでももうナンバーワンのメカの設計、カリスマ設計ですよね。まあ余裕は減りますね。というね、カリスマのメカ設計の方がですね、僕らのチームではこの H1 みたいなね、お化けみたいな車乗ってるということで、やっぱりチームプロセスでいけてるでしょ。はあ、じゃあ今日は行きましょう。僕もですね、現物を、まあ、もちろん走ったりしてるのは見たことありますけど、はいはい、こんな間近で見るの初めてなんで、まあ、なかなかこれ紹介される機会も少ないと思いますんで、ちょっとね、今日はザクバラに聞いていきたいと思うんですけど、まずこれ排気量で何 cc ぐらいですか？これ6500ですか？6500、でかすぎ。ちなみに、あ、これ本当はディーゼルなんですね。 6.5リッター、ディーゼルはディーゼルターボですか。だってこれ目の前から見て、まずこれとんでもない足回りなんですけど、これちょっとだいぶ特殊ですよね、この足回りって。そうですね、これハブリダクションシステムって言って、ドライブシャフトをギアで下一つ下に落として、で車輪がくっついてます。でそれで最低地上高を上げるっていう仕組みですね。普通はちょっと逆ですよね。そうです、そうです。そういうこと。しかも H1 なんてなんか名前がついてたりとかして、これめちゃくちゃおしゃれな、後付けで聞ける。あ、これ後付けですか。でしかもこれちょっと僕自分のジープの紹介で言って恥ずかしくなっちゃうんですけど、これタイヤ一体これ何インチ履いてるんですか。これ40インチです。40ってこれちょっとやばいですね。トラックですね。ノーマルはどれぐらいですか。37。じゃあ3インチで隠してて、これ車高も上がってるんですか。一応ボディリフトで3インチ上げてます。 H1 ボディリフトする人います。ちなみにこれは何なんですかね。これはこれはですね、タイヤの空気圧を車の中から入れたり出したりできるんですよ。で、このボンネットの中にコンプレッサーが入ってて、砂なんか行った時に僕らのジープだと大体エアを少し落として、まあグリップを上げて走るんですけど、これは車内にいながらそれができちゃうと。そうです。すごい。いやー、ちょっと軍用車出身っていうのとリアル軍用車この違いはでかすぎる。しかもこれやっぱ最低地上高高っ。これ完全に人が入れますね。これどれぐらいか入ってみますか。これ全然入れちゃいますよ。ほら、もう余裕で点検楽ですね。もう全然入れますよ。これオイル交換楽ですよ。これはすごいですね。もう全然人が簡単に入れますよ。後ろもすごい特徴的な。ここでこれなんか後ろはどうなんですか。軍用っぽいところあるんですか。軍用っぽいっていうのは特にはないですね。
こっちはまあそんなにさっきのエアみたいな感じでは、まあ、でもかなりごつい作りしてますよね。これって何ですか。これは後ろにキャンピングカーなー、あ、電源用の、あ、なるほど。これも最初からもともとついてる。メインタンク、こっちサブタンク、サブタンク何すかそれ2つタンクだけど、こっちが95リッターぐらい、こっち95リッター、こっちが65リッター全然サブじゃない全然サブじゃない。ジープ満タンでも70リッター弱しか入りませんこれ燃費はどれぐらい走るんですか。燃費は 5.5 キロぐらい。 5.5 キロ、軽油とはいえ、まあ、だからまあ2つあるね。まあ、いわゆるそれ、まあ、運用だからこう高速距離、あ、なるほどね。あとこの辺もなんかすごい作りしてますね。これ、これフジロッチどうよ、こういうの。これボールジョイントですよね。これネジ緩めて角度変えてネジ締めるしかないですね。なか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 に面倒くさいけどすごいな。あとこれエアクリーナーですか。そうです、エアの煙突じゃないですか、これ。そうなんです、これだから水に入れるってことですよね。ここまで、なるほど。あー、これはあの通常シュノーケルっていうやつですね。ジープなんかもあの本当にじっていくとそういうのにつけれたりもするんですけど、当然これは軍用車だから標準でまあこういうのがついてるということで、まあ、一周見させていただいたんですけど、ちなみにこうちゃん、これはどんないきさつでこれに来たんですか。もともとがアメ車が好きで、T1500 っていうトラック知ってます。もちろん、またどでかいやつからスタートしてるから。それに行った後にH2 に乗ったんです。あ、H2 にも乗ってたんですねで、H2 に乗ってるとやっぱ H1 が欲しくなっちゃう。いや、まあそれはもうK1500H2 って言ったらもう H1 しか世界で乗る車ないですよそしてもうこの先にはもう何もないですね。あー、なるほど、そういうことですか。じゃあここら辺で運転席の方に内装編に入っていきたいと思います。はい、じゃあ内装編をね、紹介していただきたいんですけど、ハマー H1 の中ってほとんど見る人いないと思うんで、これもまた面白いと思うんですけど、ちなみにこうちゃん、これ何人乗りになるんですか。これ実質上は4人しか乗れないんです。4人しか乗れない。リッター 5.5 キロでこんなでかいのにこんなでかいのにトラックみたいなのに。うわー、なるほど。じゃあちょっと内装を紹介してほしいんですけど、じゃあこれちょっとどんな感じになってるのか僕も見たことがないんで潜入行きましょう。まあ、ケーキ類が、まあ、パッと見ちょっと多めにくっついてるように思うと思うんですけど、まあ、基本的にはバッテリーゲージであったり岩付けであったりとか、あとは温度計とかですね。で、まあ、これは燃料計ですけど、でその先にあるのがこれはタイヤの圧力です。でタイヤの圧力を調整するのが、まあ、このスイッチで、上にするとエアを入れる、下に押すとエアを抜くができると。あとはフロントとギアを切り分けができるスイッチがあるという感じになってます。でこれがあのメインタンクとサブタンクを切り替えるスイッチですね。スイッチとしてはこんな感じですね。であとはこの辺がライトであって、あとはこの辺がワイパーですねっていうスイッチ関係になっています。このレバー3本ありますけど、あれはこれまたミッションがすげえ特徴的ですね。これはサイドブレーキ、あー基本効かないですね。もうこのまんまにして、でこれが四駆の切り替えですね。でこっちが、まあ、普通のドライブとかニュートラルのギアになります。じゃあこれあと後ろの席も少し見せてもらってもいいですか。特徴的なこの4人しか乗れないっていう、これかなり隣の席との間隔が広いと、うん、結構声を大きくして話しないと届かないなるほどこれちなみにやっぱりミッションがでかいんですかね、この間のトランスミッションが中に入り込んでて、で
要は車高を低くして最低地上高を高くするとこういう風になっちゃうんですよ。で両脇に人が押し寄せられる。なるほど、そういう作りなんですね。これも軍用車ならでは。そうです、ってことですね。はい、ないないんですか、中華はい、ここはもう、まあ、広大なスペースが広がってると。そうです。ここは別に特にこれタンクかなんか入ってるんですか。タイヤが入り込んでる上なんです。あ、なるほど、そういうことでタイヤハウスで、まあここは広大なスペースで荷物はいっぱい詰めますよと。ボルトバックだったら120。あ、なるほど、4人で行って4本以上乗せれる。まあ人数以上にボルトバックが詰めるっていう車は僕初めて見ましたけどね。これなんでといってはこういう上下式なんですかね。まあ、これ結局軍用車のハンディの流れだと思うんですけど。で、まあ、この席もまたあんまり広くないし直角だし、うん、全くこれ椅子倒れないですよね。倒れないですね。前はちょっと倒れます、ね、うわー、これ快適性とかもう完全にないですね、うん、あれでも快適性がないようにスピーカーがたくさんついてるんですね。そうです。閉まり方 もうほとんどこれ軍用車ですね。でこれが助手席と、またこれ助手席も高いな。これトンネルがもうこの段差分かります、これもう完全にこれ乗り越えないと。でちょっと乗ってみますよ。これしかもここに掴むところもないというね。これ上にあります。あ、ここあるんだね。はい、うわ、なるほど。おお、すごい乗り心地、なんかもう独特すぎて。こういう端っこに座ってる気しますよね。もうなんか本当に投げ出されそうな感じに乗ってますね、これ完全に。気に行くとたまにこっから転げ落ちる人がいる。いやいや、これ本当に足引っかかって落ちますよ。っていうかこれ本当に女子無理じゃないですか。スカート履いてたらちょっと乗れない感じですよね。本当に男のハートはめちゃくちゃこれくすぐられますね。ちなみにあのワイパーは上から。あとあれなんですか、あの3つのランプは。まあ基本的には特に機能としてはないです。機能としてはない。ないです。光りっぱなし。光りっぱなし。光りっぱなし。でちなみにこれ本邦初公開エンジンルームとかって見れたりします。大丈夫ですよ。じゃあちょっとエンジンルームまで見せていただきましょう。これどうやって開けるんですか。これをまず外して。ディーゼルエンジン、すげえな、これまた半端じゃない圧力を感じますよ、これこのさっきドラムみたいなのは何ですか、このバカでかいドラムみたいな。エアフィルター。エアフィルター。このサイズですか。うわ、しかもこれがコンプレッサーだそうです。なかなかコンプレッサーを車内に積んでる車なんかまあまあないですよね。やっぱもう本当軍用車のハンディの流れっていう、まあ、多分エアフィルターも相当なんか埃があるところでも問題がないという、まあ、そういうことなんでしょうね。あれ、これってもしかしてあれですか、ウォッシャー液が出る。そうです、なかなか思い切った作りですね、これ、まあ、出ればいいかなみたいな。パイプがついてるから。なるほど、まあ、この辺もワイルドにできてるよね。メインイベントで僕まだ実はこれ運転席に座ったこともないんですけど、座らせてもらってもいいですか。ありがとうございます。いやこれちょっとね、運転するのはさすがに無理なんで、ちょっと乗らせていただいてエンジンをねかけさせていただきたいと思います。乗るのがよいしょ。これ鍵はここですか。そうです。おー、これかけて大丈夫ですか。おお、やば。わあ、もう何とも言えない、何とも言えない迫力しかありません。これ絶対今度一緒にジープとハマーで走り行きましょう。必ずこれ走り編、ツーリング編もやりたいと思いますので、ぜひですね、視聴している方はですね、楽しみにしてください。初めてのね車企画からのこの流れだったんです。
ですけども、初めね僕と藤野っちで、はい、わちゃわちゃチーズ最高とか言ったら最後コバちゃんに踏みつけられるっていうね、まさかの展開になりましたけどおいかがでしたでしょうか。これからもねこういった車企画バンバンやっていきたいと思いますんで、ぜひねこれからも見ていただけたらと思います。でさっきねちょっとハマーの中でも言いましたけど、またこれツーリング企画とかいろいろね広げていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。でチームクロス FA にね車好きで入りたいよなんていう人はねどんどん連絡してください。チームクロス FA ってやつも出てきますんでね、はい、よろしくお願いします。じゃあまた皆さん次のね、ご視聴でお会いしたいと思います。さようなら。